アンナ・フリエルはイギリスの女優。グレーター・マンチェスターのロッチデール出身。兄弟のマイケルはテレビ CM に出ていた。クロンプトンハウス・チャーチ・オブ・イングランド・ハイスクールに通った後、マンチェスターのホーリー・クロス・カレッジへ通った。幼い頃から俳優という仕事に興味を持ち、ローカル・タレント賞でしばしば賞賛されていた。13歳の時にドラマに初出演。 2001年、カンヌ行きでの飛行機で出会った俳優デビッド・シューリスと付き合い出し、2005年7月9日には娘を儲けたが、2010年に破局を迎えている。2008年、フリエルは、アラン・カー、アンジェラ・グリフィン、ナタリー・イン・ブルーリア、エディット・ボーマン、ツイッキーといったセレブリティたちと共に行われた、乳がん啓発のためのイベントファッションターゲッツブレスと、キャンサーを支援した。 また、ひどい問題を抱えた国を変えようとしている NGOW ビルマキャンペーン UK にも協力している。また、これ以外にもボルトン大学から名誉学位が授けられた。ありがとうございます。